はい、こんにちは。今日も人間関係をスムーズに進めていくための押さえておくべきポイントということで紹介をしていきたいと思います。パート2ですね。前回に人間関係を長くうまく続かせるために、例えば友人関係とか恋人関係っていうのをうまく長く続けていくためにはどういうポイントに触れてはいけないかっていうのを逆転の発想から紹介をしていきました。で、大きくは5つのポイントがあって、それぞれに10個とか20個の項目があって、まあ、計70個以上パターンがありますよということでしたので、今回は第2回目ということで、2つ目のポイントについてお伝えをしていきたいんですが、今回がまあ一番数としては少ないかな、今回次回くらいが数が少ないというところですので、まあ、さっと紹介をしていこうと思います。今回は自分に何かされた場合のポイント。前回は他人にこういう関わり方をされたらイラーってきてたものっていうのが、今度は自分に対して何かされてしまったとっていうようなポイントを伝えていきたいと思います。はい、大体10個くらいですね。で、1つ目が感情依存ということで、こちらにべったり甘えてくる。何かあれば、何々さんちょっといいですかみたいな感じですぐスリ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 してくる。で、おかげで自分の時間が取れなくなって、だんだんその人が鬱陶しくなってきて、もうちょっとまあ落ち着けと、もういいみたいな感じになってしまう。はい、それから2つ目、無視ですね。今度はべったりから逆転して、もう一切何にも反応してくれないと。おはようございます、ムカーってきますよね。はい、ということで、やっぱり無視をされるっていうのも腹が立ってしまうポイントと、まあ、これはからも両極端、ベタ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 ずっといるのと、逆にもう一切何の反応もないのって、まあ、こういうギャップがあるというところです。だから、まあ、この間くらいがちょうど塩梅ですよっていう感じですね。それから、批判ということで、何かこう自分がミスをしたことっていうのは当然何か言われるってあるんですけれども、自分はうまくいっているなとか、こう成功したなって思っていることに対しても、何かしらのこう欠点を見つけて、あるいはまあちゃんものをつけて、いやここうまくいってないしとか、私のよりここもっとうまくやれるしみたいな感じですぐに批判してくる人、これもまたイラーっとしますよね。まあ、その時はもう怒りぶつけてしまって拳で戦っていいと思います。はい、それから4つ目にですね、コントロールということで、まあ、以前の動画で何回かお話をしてるんですけれども、人間っていうのは健康的にかつ寿命も長く生きていくためには、人をコントロールしながら生きていくということも非常に大事なポイントにはなってくるんですけれども、まあ、残念ながら逆にコントロールされて自分が誰かに支配されているなっていう感じでくると、まあ、一つはまあ、ネガティブな感情が芽生えてしまう。それからもう一つはイラ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 してくるというところで、そのイライラに金銭に触れてしまうと、お前とは何もしないっていう感じになってしまうんで、そこも注意のポイントになってきます。それから5つ目に、まあ、不要ということ。人間ってなんだかんだ言いながらも、やっぱり人から必要とされながら生きていきたい生き物なんですね。何のために生きてるのかとか、何のために勉強してる、何のために仕事をしている、やっぱり人から必要とされているからですよね。ところがそれを感じられなくなってきてしまうと、自分が今この場にいるっていう意味がなくなってきてしまって、あ、もうそこの人とも人間関係を切ろうっていうような、あ、自分不要論っていう方に走っていってしまうので、もう注意した方がいいですと。それから6つ目ですかね、6つ目に厳しさですね。よく最近のね、大人の人たちっていうのは、まあ、自分も嫌なことではありませんが、自分に優しく、他人に厳しく、要は自分のこと棚上げっていうこと、人に対してはガチャガツガツいろんなことをこうもう、ね、指摘をするくせに、自分に対しては、もう甘く甘くですね、いや私はそんなこと言ってないよとか、私はいいの許されるのみたいなこと言って、人にはめちゃくちゃ厳しくする。こういうまあ極端な関わり方とかっていうのをしていくと、残念ながら人は離れていってしまうので注意しましょうと。それから、7つ目に称賛ということですね。これはなかなか難しいんですけど、日本人は特にその謙虚な民族だみたいなこと言われてるんですけど、褒められた時にこうちょっと違和感を感じる人たちっていうの時にはいる。だから褒め方は嫌味じゃなくて、素直に褒めることができているかどうかっていうところなんですけど、お世辞じゃなくてきちんとしたその褒めになっているかどうかっていうのがポイントになるんですけども、ただ素直に心から褒めてたとしても、それが居心地が悪いっていう風に感じてしまう人も少なからずいますので、そういう人たちには逆にもっと頑張ろうぜって言って葉っぱをかけるようなですね、コミュニケーション取り方っていうのをするのがまあいいんではないかなという風に思います。それから8個目ですね、過剰な保護ということで、まあ、自分がいろいろやろうとしているのに、いやいや、あんなにさんしなくて大丈夫でしょ、私がやっとくからみたいな風に、こう自分のテリトリーとか能力を超えて守られるっていうようなことが起こってしまうと、残念ながらだんだん鬱陶しくなってきてしまうので、適度に突き放すと言いますか、まあ、見守るっていうのも非常に大事なポイントになってきます。それから9つ目、反抗。相手が、自分の
得意な領域とかに入ってくるとそれもイライラの対象になってくると、私がやった方がうまくいくのになんであなたが入ってくるのって、あんたの方が時間かかるし下手くそだしっていう風になるのに、自分の領域に入ってくるというような、ある種図太いと言いますかね、っていう人たちに対してやっぱりイライラっていうのはもういらないというところ。そして最後10個目、物理依存ということで、一番目の感情依存に近いところなんですけれども、まあ、ずっとあなたのそばにいて離れない人、これもイライラしますよね。あ、お昼ご飯行くんですか、自分ついていくっすって、昼くらい一人で食べさせてくれよと思うのに、それでもガツガツついてくる人、ね、そういうのも鬱陶しかったりするんで、そういうのも注意のポイントになってきます。ということで、大きくですね、自分が何かされた時のイライラのポイントっていうのをこう今日はお伝えをしていきました。で、残り3パートでですね、他の地雷ポイントっていうのも伝えて、まあ、トータル 72個になるのかな、のポイントをまとめてお伝えをしていこうというふうに思いますので、また次回以降の動画でも、また、見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。